はい、どうも、始まりました。早乙女泉チャンネル。歌舞伎町です。今から何するかと言いますと、なんすか、激辛挑戦ということで、第2弾。激辛第2弾。やっちゃいます。薬膳マーラータン。マーラータンです。マーラータン。あのディゾン、そしてルーセント。代表取締役、はい、御堂俊さんのね、御堂俊さんの店に、はい、初めて行きますよ。行きましょう。行ったことないから。そこで一番辛いのをなんか余裕で食える。はい、もう余裕っすよ。何でも来いっす。やっちゃいますから。はい、食えないものはない。向かいましょう。来ましたね、薬膳マーラ。食べちゃいますか。食べちゃいますか。はい、辛さちょっと選べるんですけど、一番上が0辛から10辛なんですけど、これ見てください。これ薬膳裏メニュー50辛。この50辛に挑戦してみたいと思う。いけると思う。まあ無理でしょうね、おそらく。いける。お、言っちゃった。ちなみに何頼んだんですか、この付け合わせは。あ、付け合わせはね、卵とあと、まあ、鶏肉かな。普通にシンプルに。あ、なるほど。うん、50辛までいったらね、辛さとかも関係ないからね、もうこんなの。まあそうっすね。うん、もうとにかく辛い。まあ美味しさ関係ないっすね。プラスで、まあ、ちょっと少し値段張るんですけど、頼みました。50辛挑戦してみたいです。いきます。早速ね、さっき注文した50辛が到着しました。こちらです。すごい色違いますね、全然。普通のがこれね。これ2辛ですか。50っているのかな。いや、多分食べたことある人いないんじゃないですかね。店員さんもビビってたんですけど、ゾンビ。まあ余裕ですね。卵もあるし。卵も一応、はい、まあなんか自分のルールとして30分以内にちょっと食べてやりたいなと思います。そうね。はい、完食宣言。見てろよ、完食宣言。数えるからね、30分。はい、じゃあ早速いただきます。スープからいってよ。スープはいけるか。すごい、スープから。もう匂いがすごいんですよ、これ。やばい、結構やばいですね、これ。これやばいっすね。どっちやばい。いや、これやばいっす。こっちの方がやばいかもしれない。マジ、はい、でも健康にいいから。健康にはいいっすね。うん、薬膳やばい。あ、やばい。鼻にきますね、これ結構。突き抜ける感じです、なんか辛さ的に。ダギャンスか。卵はいるらしい。卵は後からいい。まあ、後から。まあ、まずは本来の味を。どうどうどう、麺は。こんにゃく麺ですね。めちゃめちゃ弾力あります。もう食べ応えある感じです。じゃあちょっと食べて。はい、大丈夫。いけそうだね、なんかね。なんかいける気がしてきます。辛い。後から来ますね。しびれる感じですね、後から。でもいけそうだね。勢いで。一気に。しびれ感覚ないですね。ヤグラ亭に挑戦する男だから、こんぐらいいかないと。はい、今度宇宙一辛いラーメン挑戦しようと思うので、これはいけないと。ね、はい、スープがきついですね、やっぱり。スープきつそうやね。スープ下に溜まってるんですよ、これ。見てください、これドロドロなんですよ、これ。ペーストすごいね。汁じゃないっすね。汁じゃない。麺いった、全部麺ほぼなくなりましたね。
スジャパンって、もう半分以上行ってますから。半分行ってますね。このペースならうまい棒ではいいとこなし、オレンジジュースでも失態お菓子、八王子城跡では特に何もなく、タイでは特に何もなく、なんと激辛でこんなに活躍するとは。はい、順調っすね。じゃあここで卵タイムじゃないですか。卵タイム行こっか。替え玉あるし。替え玉はいいですね。完全ペーストゾーンですね。いやきついね、ペーストゾーン。前なんか一回明美さんに食べさせてもらったんですよね。なんか自分が知らずに食べたハンバーガーがなんかハバネロ入りでヨッソース入りだったからね。あれより辛いですね。マジで。あれより辛い。すごい。卵いかないですか。卵これ中にインした方がいいかな。もうまろやかにはなるね。10分経過でございます。マジですか、早いですね。10分でここまで来てるからね。まあそうですね。あ、確かに良いかも。そのまま飲む感じ。さすがっすね。達成したら1万円くれるの。マジっすか。水全然時間あるよ、まだ。本当ですか。15分以上あるんじゃないですか。約15。卵行こう、卵行こう。卵混ぜてこう。あ、連絡。あと一口だよ。おからですね。普通の麺です。スマホで食べ麺。行きました。知らないです。何のボコですか。行きました。すごい。お疲れ様でした。なんと。何ですか。なんと17分。よっしゃ。大魔王。大魔王完食です。賞金1万円ゲット。やったゲット。ということで、はい、薬膳マーラータン、はい、大魔王ご自身から完食ということで。完食です。素晴らしい。お疲れ様でした。マジですごい。次はヤグラテイクで、お、制覇していきましょう。ヤグラテイクで次は。ありがとうございました。じゃあね、はい、賞金のね、これいいんですか。いや、もう増えると思ってなかったわ。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、一番賞金。ちなみに使い道は、使い道はあの名医者と、あとちょっと胃腸科行ってきます。胃腸科、すごい。胃腸科、胃腸科内科ですね、はい、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。